こんにちは獣医師の藤村です、えー、今回の動画はですね、えー、愛犬のです、ね、ワンちゃんの耳ですね、耳を触ると、うん、すごく嫌がったりとか、あとは頭を振ったりとか、プル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 とかって振ったりする、まあ、原因と、あと、まあ、お家でできるような対処法なんかについても、えー、お伝えしたいかなと思います。もともとそのワンちゃんのですね、その耳、 触ると元から別に何の異常もなくても元から結構ね嫌がる触ると嫌がる子もいるんですけども普段以上に嫌がったりするようであればやっぱちょっとおかしいかなと思いますなんか病気かなっていう病気の可能性もあるかなと思いますね耳の中をそのがすごくかゆいとか痛いとか何かすごく違和感があるとかねそういうのであのこう耳を僕ら触ると嫌がったりとか頭振ったりするってことが普通 よくあることなので、まあ、そう、そういうことについてですね、あの、説明していきますので、えー、最後まで聞いてほしいんですけどで、まずですね、その、ワンちゃんが、えー、耳を、ワンちゃんの耳を触ると嫌がる原因の一つ目としてはですね、よくあるのが外耳炎ですね。耳の、まあ、な中のじゃなくて、そんなに中のじゃなくて、軽くその、外側というかね、まだ外の、外の付近、こういう耳並んで中でもその鼓膜より手前、 ぐらいのの部分のことを外耳って言うんですけどそういうところに炎症起こると、うん、外耳炎って言うんですけどもあの外耳炎で、えー、ものすごい痛が良くなってくるのでその違和感からその耳頭を振ったりとかあの僕たちが触ると嫌がったりとかするってことが結構多いですね。その場合はその耳の中を見てもらうとあの真っ赤になって腫れてたりなんかすごく汚れてたりとかあの変な臭いがしたりとかすることが多いですね。 で大体原因はそのばい菌であったりとかマラセチアっていう心筋という、まあ、カビみたいなもんですけどそういうのの仲間であったりとか、うん、そういういいことでである可能性は結構高いですねそれからその次に、えー、と中耳炎なんかでもあのワンちゃんの耳,耳をね嫌がったり触,触るの嫌がったりとか、えー、頭を振ったりとかします。 中耳炎は大体はその外耳炎から波及したものなんで外耳炎をほっとくと次中耳炎になったりすることが多いですね。で中耳炎をほっとくとですねあの顔面神経とかそういう神経なんかの方にも行ってしまうのであのなんかこう顔がこう何て言うか左右がおかしいなんかちょっと違和感があるようなあの症状を示すような子も出てきたりもしますので。 どん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 進行する前にあのなんかね後で説明しますけど対処していった方がいいと思いますねで次にあの3つ目の原因として考えられるのは、うん、カーミングシグナルって言ってこれは病気ではないんですけどもカームっていうのはその落ち着くって意味で,でシグナルっていうのは合図って意味なんですけどあのなんかストレスを感じた時にあの示す行動の一環でよくあるカーミングシグナルっていうのがあのの頭を振ったりとか。 あのそれとあとはあくびをするっていうことであの示すことが多いですね。そのそういうあくびしたりとかその頭を振ったりとかそのプルプルすることでちょっとこう気持ちを落ち着けようとそのストレスの原因からちょっと遠ざかろうと気持ちを遠ざけようとしているっていう感じですね。僕らもまあ現実逃避をねすごいストレス感じたら現実逃避をすると思うんですけどまあそういうような感じであのカーミングシグナルっていうのをワンちゃんはすることが多くてその一環で頭を振るってことがあって。 あるんですね。あの何のその異常もなくてないのにその頭を振ったりとかするようであれば、うん、カーミングシグナルの可能性があるということですね。それから4つ目の原因としてはですね自決死っていう病気がありますね。自決死といのはあの耳がねもう耳たぶがそのなんていうか血液が中に入っているのでその成分が入っているのでその 液体なわけなんで、その液体が耳の耳タブの中に入ってる感じ、なんかポヨンポヨンしてるような感じで、こう腫れぼったくなる耳タブが、耳全体というかな。で、原因はその、はっきりと分かってなかったりもするんですけども、あの、まあ、外人がある子なんかに結構多いかなっていう印象なんですけど、あの、やっぱり熱持ったりとかしてて、やっぱ明らかに違和感がありますし、で、自家死の処置をその動物病院にしようと思うと、やっぱワンちゃんはかなり嫌がりますんで、 やっぱり違和感があったり痛いのかなっていう印象ですね。この場合もやっぱり頭振ったり、あの耳触るの嫌がったりしますね。あとそれから原因としてはその怪我ですね。怪我でもやっぱりその耳を怪我するってことですね。なんかこう当たったりとか、なんかこう、なるとそういうですね。怪我とか自分で引っかいたりとかそういうので怪我した場合に耳をですね。それでやっぱり痛い。 わけなんで、耳をこう触る、触られるのを嫌がったり、頭を振ったりとかすることが。ありますし、あとはできものが、その耳にできても、やっぱり違和感から。まあ、痛みもあったりするかもしれないんで、耳を触るの、触られるのを嫌がったり、頭を振ったりすることは結構。あるかなっていう気がしますね。その、たこのお家でできる対処法なんですけども。ええー、と、対処法としては、まずその。耳。が明らかに汚れている場合であれば。 まず耳をやっぱり掃除してあげる。綺麗にするってことが一つですね。やっぱりその原因多くはあの外耳炎ってことが原因として多いのであの、耳が汚れてるとやっぱり外耳炎になりやすいので、耳をきれいにするっていうことで、あの、綺、う、麗、ん、なコットンとか使ってですね、耳を拭いてあげたり、あとはその、まあ、ペットショップさんとかね、動物病院で販売されているような 耳の洗浄液なんかを使っまあそのきれいなするイヤークリーナーなんかね、使って、耳、そのコストンと一緒に使って、まあ、耳の中をちょっときれいにするっていうことをしてあげるといいかなと思います。ただここで綿棒を使うと、結構、まあ、いろんな動画で言ってるんですけども、綿棒を使うと結構耳の中を痛めつけてしまって、耳の中ってあの、いろんな神経がね、あって、僕たちもこう耳掃除すると気持ちいいと思うんですけど、あれ神経が、に当たってるから気持ちいいんですよね。 僕らは自分の感覚で耳掃除ができるのであのちょうどいい具合の強さで耳掃除をしているから多分そんな耳が傷つかないとは思うんですがでも人間でも人間の耳鼻科の先生でも結構おっしゃりますけどあんまり耳掃除も毎日やるもんじゃないって結構おっしゃると思うんですけど特にそのワンちゃんの場合だと僕らは自分の体でやってるわけじゃないのでどれぐらいの強さでいいかわからないこととか。 あとワンちゃんの耳の中っていうのは僕らはその耳の穴があって鼓膜行くのにまっすぐなので結構綿棒を使うと結構きれいに汚れが取れますけどワンちゃんの場合だとまっすぐじゃなくてこう LG 型ってこうちょっと曲がってるんですよねなのでこう鼓膜までちゃんと行かないので綿棒を使っても単純にいろんな壁に当たってるだけってことになって結構耳傷つけてしまってかえって悪化することが多いんですよねなのでまあ綿棒を使ってやるんじゃなくて あの化粧のコットンとか使ってて耳の周りを拭いいいいあげる方がいいかなと思いますでそれからあとはあのエリザベスカラーなんかもいいですねそのカーミングシグナルとかじゃな,かなければあのやっぱり耳が痛が良かったりするので違和感があったりするのであのこうつけて本人が書かないようにする書けば書くほど悪化する可能性が高いので、まあ、そういうお家でっていうことであればですねお家で対処するっていうことであればエリザベスカラーをつけるっていうのも一つでしょうね。 ただですね、その、まあ、エリザベスカラーまではいいですけど、耳をね、コットンとかでこう、掃除するっていうことをしようと思うと、すごく嫌がる、あの、ワンちゃんもいると思うんですよね。怒って噛んでくるとか。で、そうなってしまうと、今度その、もうコットン見るだけで逃げちゃうような子も出てきたりとか、で動物病院に処置しようと思っても、もう触れない子になってしまうとですね、あの、せっかく外耳炎の治療をすれば治るのにっていうケースでも、あの、治療ができないっていうことも出てくるので、あんまり嫌がるようだったら、 ちょっと様子見る何もせずに様子見るっていうのも一つですただそのできるだけ早く動物病院に行った方がいいと思いますけどもたまたま動物病院が空いてないとかあのちょっと忙しくて行けないっていうんだったらちょっと何もしないでちょっと様子見るっていうのも一つですで、まあ、様子見てたらそのどうしても明らかに書くようだったらエリザベスカラーぐらいはつけた方がいいと思いますでまたですねその、まあ、明らかに嫌がる なんかもそうですしあと腫れてる場合なんかも耳がねその自血腫なんかでもさっきも言ったようにその血液みたいなその成分がこうた、ま、耳たまってるのでポヨンポヨンってしててこう明らかに異常にこう耳が腫れぼったくなってたり、あのー、あとはしこりができて出来物ができてて明らかに耳の穴を塞いでるような状態とか、まあ、耳の周りに出来物ができてるとかだったら、まあ、やっぱ悪いもんだったら悪性のこともあるので癌とこともあるのでが癌、まあの仲間ですね。 あの中もあるんで、全身に転移してしまって命に関わるってこともやっぱりありますので、あの、あとはその自血腫っていうものであったら、基本的にはその、まあ、麻酔をかけたりとかして、その耳の中のその液体を抜いてあげたりとか、であとは、あの、耳の中にその液体が溜まらないように縫ったりとかする、そのためにはもう全身麻酔しかないんですけど、そういう処置をしなかったら治らないってこともあったりします。で、逆に自然治癒してしまうと、あの、耳のがものすごく硬く、 なんか変な形でそのいびつな形で治ってしまうこともあって、まあ、見た目にもちょっと影響してしまうこともあるので、あのなるべくそのできものとかね腫れてるっていうケースであれば、様子を見ずにできるだけ早く動物病院に行った方がいいと思います。色命の面でも、まあ、耳の治り具合の面でもあの早めに動物病院に行った方がいいと思います。それからですね、あのワンちゃんがその書、まあ、いたりとか。 ああしたりとかあるいはやっぱりその自然と何かそのでき物かでき物が潰れて出血したとかねそういうようなケースでま出血してるっていうことであればコットンとか使って明らかに出血してる場所がわかるようであれば押さえてコットンとか使って押さえて圧迫出血して血液を止めるってこともあのお家でしなければならないですねどうしても怖いっていうことだったらすぐできるだけ早く動物病院に行ってあの処置をしてもらった方がいいと思います。 今言ってるのはね、ちょっとどうしても動物病に行けないケースの話をしてるので、基本的に心配だったらもう動物病に行くのは大前提ですのでね、あの、よろしくお願いしますってことなんですけども、それからですね、あとはその、まあ、出来物じゃなくて、なんか、石ころが入ったとか、何かね、なんか、うん、何か異物みたいなのが耳の中入っててコロコロしてて、違和感、ワンちゃんがあるってことだ,だったら、 あのできるだけこう取り除いてあげた方がいいですけどただ失敗してしまってより奥に入ってしまうと余計に対処が難しくなってしまうのでなんか異物感があって取り除けそうだなと思ったら軽くちょっとチャレンジしてみるのはいいですけど、まあ、無理はしない方がいいですね例えばピンセット使うでもこう使おうと思ったらワンちゃんが避けたりとか何かバッと噛んできたりとかしてそのピンセットが口に入ってしまうとかね、まあ、目に当たってしまうとかなると大変なんで。 まああの最低限やってみようとしてみてもいいですけど、難しかったらすぐやめてくださいってことですね。あとですね、明らかに腫れぼったくもないし、熱持ってないし、耳も汚れてもない、出来物もできてそうにないってことだと、カーミングシグナルの可能性が結構ありますね。あの例えば、飼い主さんがあのんか抱っこしようと思って抱っこされるのが嫌なワンちゃんだとあの 嫌がって噛んできたりとかあとなんか触ろうと思ったらなんかあくびしたりすることが中にいるんですけどそれカーミングシグナルの,あの可能性があってそういう場合だったらあの何もその耳の病気でも何でもないのであの、まあ、様子見るなりその後ははこういうことされたらワンちゃんは嫌がるんだなってことを認識してそれしないってこともその頭を振ったりとか耳をその触,るのが触られるのを嫌がるっていうのの あの、解決策になってきますんで、まあ、あの、以上、今まで話した内容をですね、あの、試してみてもらって、いや、もう心配だったらすぐ動物病院に行ってほしいんですけど、まあ、今言ったような方法で、まお家で試すこともできるよってことで、あの、参考になっ、していただけたらなと思います。今後もね、あの、こういう、うん、あの、動画をね、どんどん上げていきたいと思うので、ぜひね、チャンネル登録もしていただきつつ、高評価ボタンもよろしくお願いします。 それでは失礼します。